こんばんは。9月12日日曜日午後10時30分を過ぎました。今日のユーストリーム始めます。今日は祭りエレコッチャ宮崎2日目でした。昨日は、ジュニアの部門と、ハイスクールの部門がありました。小学校に行く前の子供から、小学生で中学生で高校生、子供の部門の、演舞が行われました。で、今日は、一般の、部門が行われました。ちょっと今日の写真を紹介しましょうか。これ、鹿児島新世界遺産ですね。鹿児島の方から、県外の方からも、何チームか参加されてました。今日は早く会場に行って、一番前の席に陣取って、ずっと座ってました。腰とお尻が痛いですね。座布団持っていかなかったんで、もう直に、アスファルトの上に座ったんですよ。もう痛い痛いですね。はい、これもね、てか一番前にいると、踊り子の皆さんの顔の表情がわかるんですね。女性が結構多いので、女性を、撮ってました。ね、こんな踊りの生き生きとした表情とかね、結構撮る方も楽しいですね。あとね、どんな写真撮ったかな。男性が少ないんですよね。これ子供なんですけど、小学生、中学生もね、結構元気よく踊ってました。ジュニア部門には男の子も結構ね、参加してます。昨日はブレイクダンスをやってましたけどね。ただ、ハイスクール部門には、男子高校生いません。エレコッチャが始まった2002年ぐらいですかね。2003年ぐらいかな。高校名言っていいかな。大宮高校の、男子学生さんが、頑張って、盛り上げてましたけどね。最近はもう女の子が主流で、結構皆さんダンスは上手いですね。と写真には、高校生のやつは今日撮ってないんですけれど、これね、衣装なんかもすごい派手派手でいいですよね。男の子もね、どん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 参加すればいいんじゃないかなと思うんですよね。昔映画であったウォーターボーイズみたいに、男子高校生だけのチームを作ってイケメンボーイズか。そういった名前でね、踊りに参加すれば結構盛り上がるんじゃないかなと思うんですよね。男の子に限らず中高年の男性もかな。よく見ると、女性の中見ると、結構年配の女性も踊ってるんですよね。結構激しい踊りのダンスが多いんですけれど、ついていってますね。女性ができるんですから、男性もできないはずはないと思うんですよ。僕もね、ファインダー越しに、踊ってみたいなと思う時はあります。昔、今でもあるのかな？パパイヤ鈴木さんが、親父ダンサーズというのを作って踊ってましたけれど、中高年男性だけのチームを作ってね、名前は何でもいいんですけれど、参加するのもいいかなと。来年は10周年記念ですよね。記念イベントとして、イケメンボーイズと親父ダンサーズ。ぜひ、関係者の皆さん、ご検討よろしくお願いします。これ衣装もね、かっこいいんですよね。あれこれ、写真を、さっきの衣装とかね。あとは、こういったね、旗とかね、
いろんな小物を使って祭りを盛り上げてらっしゃいますね。あとは、どんなのがあったかな？あ、太鼓。これね。太鼓を使ったり。結構ね、写真いっぱい撮ったんですけど、シャッターチャンスが悪いのも結構ありましてね。300枚撮ったうち残ったのが150枚ぐらい。かな。こんな感じね。ここは楠並木通りの西側です。楠並木のとこには東ステージと西ステージがあって、あと県庁の駐車場にもステージがありました。あと、写真には撮ってないんですけれど、あれどこのチームだったかな？ちょっと資料を確認するんですけど、ミュージカルのような踊りがあったんですね。あ、これ。で、今年ね、長崎県からのチームが結構参加してまして、これはね、長崎県立大学の大学生さんのチームで、リズム戦隊メロディアスと、戦隊ものですね。もう完璧にもミュージカルのような踊りで子供が圧倒されてました。なんかすごいなんか面白いタイプの踊りで、そういったミュージカルみたいな踊りも楽しいなというふうに思いました。まあ、これからいろんなバリエーションがある踊り、まあよさこいもね、まあ、どんどん取り入れていってもいいんじゃないかなと思うし、結構、まあ、さっき言ったイケメンと中高年のおじさん、あ、どんどんね、まあ、参加して盛り上げていければいいなと思ってます。まあ、中高年のダンサーズができれば僕も参加したいなと思います。ぜひご検討というかご参加しましょう。皆さん、よろしくお願いします。ということで、今日は、動画、今、ビデオテープ3本分、約3時間ですね、撮ってきました。今日は早めに帰って、ぼちぼちと、まずコンピューターへの取り込みをやっているんですけど、あ、これ、男性ね。これ、かっこいいね。こんな風に、まあ、筋肉隆々の男性になってもいいので、まあ、参加しましたよということでね。まあ、僕お腹、すごいビールバラだからね。まあ、参加するのも意義がありますよね。まあ、かっこいいよね。ということで、あら、何を話しようと思ったのかな。忘れましたけど。今回で9回目のエレコッチャーなんですが、今までより最高の祭りじゃなかったでしょうかね。お客さんの方からすごい声が出てましたね。特に高校生のダンスに関しましては、笑顔が可愛いねとか、元気もらったよとか、頑張ってねって、うちらも頑張るよとか言ったね、声援とか、あと高校生の同級生とか、卒業生とかが、結構応援のエールを送ってましたね。あれ、よかったですね。あとこれ、太陽のメロディー。エレコッチャーの、ダンスチームの方が4団体ほど集まって、太陽のメロディーの振りを考えて踊りました。その中に手話をつけた部分があって、その手話に関しては、一般の方、ダンスを見てる方々にも参加をお願いをして、レクチャー、勉強会みたいなコーナーがあってやってました。午後の、4時45分過ぎ、まあ、5時前ですかね、校庭駅からの復興を願うためのイベントとして、この太陽のメロディーを、手話付きで、振りまで、最後まで、皆さんで踊ってました。
まあ、この模様は後ほど動画で編集をして YouTube の方にアップしますので、ご覧ください。YouTube の方に今動画をアップしようと思ってるんですけど、これまでは、ダイジェスト版で、1日目の様子、2日目の様子、もうブチブチと編集をして、10分程度の動画にしましたけれど、撮影する側からすると、1チームごとに動画をアップした方がいいかなというふうに思ってますんで、私が撮影した分のチームの踊りを、最初から終わりまで、YouTube の方で、紹介したいと思います。どのくらいの、本数になるかわかりませんけど、まあ、なるべく早く、YouTube にアップできるように、作業を行いたいと思います。はい、ということで、まあこれ写真を紹介できる機能があるし、まあ写真だけはなくて動画も紹介できますんで、非常にいいですね。こんな感じね。この楠並木通りの西ステージは、こういった木漏れ日が、こぼれてきて、まあ、そんなに暑くなく、まあ、ちょっと雨が降ったんですけど、まあ、9月の方が祭りとしてはいいのかなとも思ったりしました。はい。それじゃあ、今から YouTube の方の動画の編集に入りたいと思います。これ、画面切り替わらない。ちょっとパソコンが調子が悪いというか古いからね。はい、変わるかな？はい、変わりました。はい。ここにある小さなパソコン。これ、Twitter 用です。まあ、これ見ながら、作業の合間、過ごしてます。はい。それじゃ、今から YouTube の方の動画に入りますので、今日はこの辺で終わりにします。また明日よろしくお願いします。じゃ、さようなら。おやすみなさい。